シェロさん、いませんでしたね。そうだな、あいつ神出鬼没なやつだから仕方ねえかもな。でも今までシェロさんに会いたいと思って会えなかったことって。確かにそうだよな、よろずや不思議なやつだぜ。ん？なんか今。あ、あれです、よろずやのオウムじゃねえ。ゴトルさんでしたよね。よろずやと一緒じゃないなんて初めてじゃねえか。シェロ、あれ、シェロ、うわ、シェロいない。シェロさんいないって、オイラたちも会えなかったから居場所は知らねえぞ。危ない、シェロ。え、つかなんで。危ない、シェロ。ファイト、アルビオン、怪しい、ある何か、気をつけろ。あ、団長、気をつけろ。一万、どうしましょう。アルビオン、ファイト。あ、それってこの前誘いが来てた武道大会のことじゃねえか。そういえば、参加しませんかっていうお知らせが来てましたね。確か、スカイグランデファイトでしたっけ。そうそう、それだ。でも、危ないとか気をつけろとか、ずいぶん物騒なことを言ってたな。はい、どうしたらいいんでしょう。それと、シェロさんに何の関係が。あの後いろいろ調べても、よろずやについては音信不通ってことしかわからなかったからな。はい、すごく心配です。でも手がかりはこの舞踏大会だけですし。大丈夫でしょうか。今のところ他のやつはあいつの正体に気がついてないみてえだけどよ。今、そうですね。とはいえ、予選から今までは何もおかしいことなんてなさそうに見えるんだよな。確かにそうですね。 PSC の時みたいに賭け事があるわけでもないですし。多少観客の柄が悪いけど、それもまあこういう大会なら納得できるしな。はい。おい、待ってくれ。そこのサイファーマスク。さっきの試合見ていたぞ。あんたのその熱い拳、俺の魂に響いた。ぜひあんたと拳を合わせて語り合いたい。俺とあんたが当たるのは。おい、ずいぶんと気が早いじゃねえか。おい、ランドル。フェザー、てめえとこのサイファーマスクが当たるのは決勝戦になるはずだろうが。そうだったか。てめえ、当然のように俺に勝つ気で嫌がるのか。俺はこの大会誰にも負けないと決めたからな。だからランドル、当然俺はお前にも負けないぞ。その舐めた態度、俺が必ずリングに沈めてやる。そう来なくっちゃな。リングか、あそこが俺たちの戦いの舞台になるんだな。ふぅー、燃えてきたぜ。おい、
貴様はこの大会にどういうつもりで参加？そんなのは決まっている。まだ見ぬ猛者たちとこの拳で語り合うためだ。それにこの大会にはもっと大きな何かがある気がするんだ。ただの語り合いで終わらない。この拳が何か大きなものと出会う。大会のことを教えてくれたお前には本当に感謝していると。てめえはいつもそうやって。いや、いい、言葉で言ってもてめえには伝わらないだろう。何？リングで待ってろ。そこで分からせてやる。うおー、もちろんだ、ランドル。俺と戦う前に負けたら許さないぞ。私の試合まではあと少し。お、ジョーちゃん、どうした？あれ、私部屋を間違えたかも。気にするな、ジョーちゃん。俺も退屈してたし、特に問題なけりゃこのままここ使ってくれや。そう、ありがとう。おや、そうしろそうしろ。ねえ、さっきの試合見てたよ。そうか、ジョーちゃんが見てたんならかっこ悪い姿を見せるわけにはいかねえもんな。かっこ悪いかどうかは負け方次第な気もするけど、でもさっきの戦いを見てればわかる。あなたはきっとこれまでたくさんの戦いの経験を積んでて相当強いよね。そう褒められるとて、そう、とにかくあなたみたいに強い人がいるなんて、やっぱり参加してよかった。ああ、ジョーちゃんはさしずめ、腕試しと鍛錬、わかる。今の話ぶりを聞きやら。じゃあソリッツはなんで大会に？なんでって、そりゃ賞金がでかいからに決まってら。賞金ね。なんだなんだ理由、それだけ？あれは綺麗な姉ちゃんに囲まれた生活ができれば。綺麗な姉ちゃん？まあ、戦う理由は人の数だけあるってこった。うん、それはそうだよね。ジョーちゃんが目指してる強さってのがどんなもんかわからねえが。まあ、せっかくの機会だ。いろんな奴の戦いを見てみるといいんじゃねえかな。もちろんそのつもりだよ。ああ、そりゃそうと、ジョーちゃんの最初の相手はランドルだろ。うん、そうだけど、あいつはあれでなかなか見込みがあってな、手強いと思うぜ。あいつ相手にジョーちゃんがどんな戦いすんのか、できれば。オイラたちが見てた限りは特におかしなことはなかったぜ。はい。そっちは何かあったか？そうですか。でもまだ決勝トーナメントは序盤。何が起きてもいいように気を引き締めていこうぜ。はい。試合の時とてもかっこよかったです。ルリア、気持ちはわかるけど今こいつの名前をあんまり呼ばない方がいいぞ。お待ちかね、準備ができたようだぞ。あ、次の試合が始まる。続いての3回戦アイル、それから漆黒の断罪者。こりゃ、と見ての通り仮面にマント。え、あの人って仮面マントだな。はい、十天衆のシスさんですよね。確かに言われてみればいつもと色が違うか。そうですね、それに名前も変えてますし、正体は内緒なんでしょうか。
何か事情があんのか。それにしても十天衆のやつが正体隠して参加するなんて、やっぱりこの大会何かあるのかもしれねえ。予選は退屈な野郎どもばかりだったからな。楽しませるか。随分と離れしているようだ。だったらなんだ。いや、どちらでも構わないだな。おしゃべりはここまでだ。さっさとやろうぜ。マントを脱ぎ捨てた漆黒の断罪者、双方やる気は十分だ。マスクだとか仮面だとか素性を隠したがる奴が続いて少し驚い、気を取り直してレディーファイト。見極めさせてもらおう。割れてきたぜ。あれあれ、沈め。さっさと終わらすぞ。まだ倒れるなよ。時は満ちた。沈め。まだ倒れるなよ。沈め。アイルと漆黒の断罪者、互角の勝負。いや、アイルがやや押しているか。本気を出せよ。それともなんだ、俺相手じゃ力を出すまでもねえってのか。お前こそ、それが本気か。何、何に怯え、なぜ焦っている。目の前にいる俺が見えているか。おい、クソ野郎が。上から目線で分かったようなこと言ってんじゃねえよ。畜生が。俺はこんな、今でも囚われたままなのか。俺の姿はお前にしか見えねえ。俺の声はお前にしか届かねえ。認めね、あの野郎がいねえ俺は。どうしたんだアイル。うるせえんだよ。ここはあの頃の地下闘技場じゃねえ。俺もあの頃の俺じゃねえ。もうあいつはいない。だから俺は俺の力で。そのように曇った拳では俺を捕らえることなどできん。くそが。もういいだろう。俺もここへ遊びに来たわけではない。終わらせる。アイル、しっかりしなさい。姉さん、だって負けないで。アイル、なんで。姉さんは黙っててくれ。これは俺の戦いだ。あれ、お前の家族か。それがどうした。お前を思う人間を切り捨て一人で戦う道を選んだ。その先にはやるしかない。何を。行くぞ。拳で語り合いたいやつが。